多くの人の心を動かすスポーツ。その楽しみ方や関わり方は近年多様化しており。それとともにさまざまなビジネスが参入しうる可能性が高まっています。この度、世界でスポーツビジネスに精力的に取り組む企業を取り上げた書籍。スポーツビジネス最前線が発売されました。著者の山本啓二さんは。 グラフィックデザイナーを経験後、経営企画を経てマーケティング領域へ移行、グローバル人材企業、国内大手広告代理店、欧州生命保険企業、欧州プライベートバンクを経て、現在は欧州最大のコンサルティングファームにて、マーケティング部長をされています。では、この本の内容についてご説明いただけますか。はい もともとはですねこの本の企画の出発点になりますけれどもやはり近年ですね国内の有力な経営者または企業のところでスポーツビジネスへの参画がとても目立ってきたっていうのを感じたところが出発点だったんですね。まあ、彼らはもともとは全然違うビジネススポーツ以外の例えば IT ですとか人材企業ですとかメーカーさんですとか そういったビジネスをやっている立場でありながらスポーツビジネスに参画をすることを決めたというところの背景があってそれがなぜなのかというとやはりです、ね、あの過去とはだいぶ状況が違ってきていてスポーツビジネスを活用することでいかにして自分たちのコアビジネスを伸ばすことができるのかというところに彼は着目してるんですね。 でですので、えー、ただ、そうした情報があのインターネットの世界ではあと流れていってしまっているんですけれども、えー、書籍という形であればですね、えー、ひょっとするとあの市場の中にですねその情報をあのきちんと残すことができるかもしれないということでですね、えー、書籍というあの手を取る形にしましまた今回10社インタビューされたと思うんですけど、はい一番感じたことって何ですか そうですねやはり各社さんやっているビジネスもスポーツビジネスに取り組まれた理由も皆さん出発点も違いますしそれはやはり各社さんなりの背景や理由があってというのが改めて分かったというところはありますしひょっとすると今回10の企業にご協力をいただいたんですけれども世の中にはですねこれ以外の 会社様も当然スポーツビジネスに取り組まれている会社さんもたくさんあるはずですので、えー、そういった会社はまだまだあるに違いないというふうに感じられたのが一つと、えっと、やはりですねあの10の,あの会社さんに登場いただいたことで、えっと、このスポーツビジネスという領域にはですね改めていろんなあの領域のビジネスまたは、えっと、企業の入り得る余地のある領域だなというふうに思いました。 本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お話を伺うのは株式会社ミクシィ代表取締役社長 CEO 木村浩輝さんです。株式会社ミクシィではスポーツ分野において観戦事業、公営競技事業の2つの事業を運営しています。えっとではまずですね、あのミクシィ様の、えー、全体の事業の中における、はい、スポーツ事業についてお話をお聞きできればと思います。はい。 そ,うですね、あのそんなにですね実はその明確にこう会社の中でポジションっていうのがどうだとかっていうのは明確には決めてなくてですね、まあ、全て私たちそのテーマはコミュニケーションなんですよねコミュニケーションをこういかにしたらこう豊かにできるか多くの人がそれで盛り上がれるかみたいなことにこうずっとフォーカスしてやってきてる会社で。SNS なんかもそうですけど まあ日々の自分のちょっと思ったことっていうのを、まあ、それをこうポロッと日記という形で書くそうすると足跡みたいなのがついてて「ああ見てくれた」とかそこに対してこう「あ,あこうだったね」みたいなコメントを得られたりみたいなのでやっぱりそこで嬉しいと思う。でゲームもそうでやっっぱり友達と連れ添って 今日カラオケ行くあのモンストやるみたいなでもモンストやるかイベントやってるしみたいなのでこう友達と連れっってて遊んんででもらえるっていうのは結構重要なんですよねでその中でどんなあのコンテンツだったらその友達あるいは家族を連れ立ってこう見たりとか体験したりするものになるだろうかっていう時にこれスポーツ以外ないだろう。 ちょうどこの間国立であの J リーグの30周年記,記念の試合やりましたけど5万7千弱というです、ね、FC 東京最大の来客数だったんですけどこれあの熱狂みたいなのはです,、ね、もうすごく僕自身もすご興奮したし嬉しかったし、まあ、仲間と見ててめちゃくちゃ面白かったんですけどやっぱりスポーツも一人でこうじっくり見るっていうのも、まあ、あるかもしれないですけど。 それかこうみんなでこうスタジアムにこう連れ立って行こうぜみたいな、まあ、そういうふうに声がけができるものとしてやっぱりスポーツを選んでるっているうのがありますと,あとはあの幅広く今ソーシャルベッティングっていうふうに私たち定義づけてるんですがあの公営競技も含めたいわゆるそのスポーツ競技にかけるっていうのもやっぱり一人でかけるより。 絶対みんなでかけていいと思うんですねいろんな感情が増幅されるのがコミュニケーションの良さだしその装置となるのがスポーツだと思っていて。ということでまだまだそのスポ日本のスポーツビジネスってビジネスサイズとしては、まあ、そこまで大きくないんですけど逆に言うと私たちそのデジタルとかあるいはコミュニケーションのノウハウっていうのを入れていくとレバレッジがかかってくる領域だというふうに思っていて。 そのスポーツ事業全体を見たときの,の収益化の仕方っというんですかね、はいえー、このあたりか私たちが注目しているのは、あのやっぱり個々でつど課金をするようなモデルというのが、まあ、日本には向いてるんじゃないかなというふうに思っていますと。と、まあ、いうのも、広告とか映像配信のビジネスモデルでいうと、まあ、基本的なその、えっと、人口ボリュームっていうのに比例すると思うんですね。例えば米国とと日本だと そそもそもその人口ボリュームは違うんであの配信をするっていった時の,あの配信映像を買ってくれる人のボリュームとか広告のボリュームですね、まあ、それっていうのは違うわけですから、まあ、都度その個人があのお金を支払ってもらえるようなモデルというのは結構向いてるんじゃないかとで例えば私たちの「モンスト」ゲームみたいなのだとフリー・トゥ・ープレイの,あのモデルを取ってるんですけどフリーであの多くのお客さんっていうのはあのご利用いただきい。 ですけど課金をしたい人っていうのは都と個別で課金をしていただくっていうモデルになっているとでその中であのじゃあスポーツに置き換えるとどうなのかっていうので言うとそのモデルができる一個っていうのが僕はスポーツベッティングだと思ってるんですね。でスポーツはなるべくこう普及も含めて広くあまねくの人に見てもらえるようにするとフリーでやる。でその中であこれは絶対 面白いなととかこここはは絶対勝つっていうところはベッティングをしてもらうでえかけながらこうみんなでこう盛り上がってもらうっていうのが結構そのゲームで培ったモデルっていうのがあの再度スポーツでも生きるんじゃないかなと思ってるのが実はベッティングなんですよね。 なんでそ,れその個別課金型のモデルっていうのは日本のスポーツビジネスっていうのがリフトしていくための結構重要なテーマかなと思っています、はいえー、もし今後あの全然あのミキシー様のようにですねもともとは全く違うビジネスを、えー、自身のビジネスとしてやられている企業さんが、えー、スポーツビジネスに参入をしてみたい、はい、もしくは、えー、とスポーツ領域にチ,あのチャレンジしてみたいというふうに、うん お考えの方がいらっしゃった場合にですね、えっとどんなことをアドバイスされますでしょうか。どこのポイントでシナジーがあるのかというのは結構重要なところだ観点だだと思っているんですね。あの例えばスポーツってまあ、総合エンターテインメントだと思っていて、あのまあ、えー、エンターテインメント工業だとした時きに、まあ、あの。 単純にはそのスポーツが強いだけではなくて、その演出とかそういったところっていうのも重要だったりとか、あの食周りが重要だったりとかまあ、様々なあの関連ポイントがある,あると思うんですね。アパレルであったりとか、その中であの自分たちの事業がどこに生きるのか？どこはアップデートできるのか？まあ、どことシナジーがあるのか？みたいな観点で見ていくとまあ、意外に結構。 つながりっていうのは見つけやすいのはスポーツだろうというふうに思っていて私たちまあスポーツやるときに単純にスポーツっていうふうにカッティングしちゃうだけだとなんでいきなりミクシススポーツとか言い出してんのみたいなそんな飛び地になんで投資すんのみたいなまあよく言われることなんですけどまあいやいやそうじゃないですと私たちあのゲームで言えばエクストラグパークまあ今年でいうとドリームデイズっていうイベントの毎年やっていてですね まあもう何万人のお客様っていうのをこう沸かしてきたエンターテインメントで沸かしてきたっていうのの,その実績があるしそれはまあスポーツ工業でも生きるというふうに思ったんで、まあ、これをやろうと,とかチケットィングのところとかもあのマーケティングとかっていうのはデジタルマーケティングのノウハウっていうのはだいぶ持ってたんで、まあ、じゃあもう集客来客数増やしていくっていうのもそういうマーケティングのデジタルマーケティングのノウハウ生きるよねとかですね。 何かしらその自分たちの持っている強みというのが生きるポイントというのがまあいくつもあったんですよね、なんで、なんかそんな見方で見ていくと、意外にそのスポーツビジネスって入りやすい切り口あるんじゃないかなと、そんなふうに思いますでは続いてお話を伺うのは、パナソニックスポーツ株式会社。 代表取締役社長久保田武さんですパナソニックスポーツは2022年4月にパナソニックグループのスポーツ事業専門企業として発足しましたラグビーの埼玉パナソニックワイルドナイツバレーボールのパナソニックパンサーズに加えサッカーのガンバ大阪などのチーム運営と強化を行うほかスポーツ関連の新事業にも取り組んでいますどうぞよろしくお願いいたします まずですね、はい、あのパナソニックスポーツ様のえビジネスについてお伺いしたいと思いますが我々今ご紹介いただきましたけどもスポーツ専門会社、えー、と我々の中では企業スポーツではなくてスポーツ企業になるっていうことをテーマにやっていて、まあ、ものすごく簡単に言うとスポーツで、まあ、飯が食えるようにしたいというで今までやっぱりどっちかというと我々のポジションというのは。 会社の中のいくつかの,その目的に沿って、まあ、例えば福利厚生だったり、まあ、最近ですとまあ広告宣伝ブランドの貢献あるいは社会課題のまの取り組みみたいな、まあ、いろんなものがこうミックスされていてで我々その活動を会社が誘えてくれるという構造でしたけども、まあ、もう一歩進んで自分たちである部分事業として成りわとしてできるように外部収入を上げながら。 自分たちでちゃんと稼ぎながら自分たちの価値表現をして会社に対しても今言,言っていたようなブランドだとかあるいは福利厚生社員の一体感情勢こういったものに対しても応えながらも、まあ、両方でこうやっていけるような、まあ、今我々社内でよく言ってますけどハイブリッドの、ね、形で透明をやりながらだんだんまあ外部収入を上げていって、まあ、できたら自立していけるような。 改正の業績がもし悪くなったとしてもこれは外せないっていうふうになっていかなきゃいけなくて今まではその時の物差しっていうのはチームが強いとかまあ場合によっては社長が好きだとかまあそういうレベルでやっぱり日本のスポーツっていうのは存在に何とか許されてきたようなとこあるんだけどそうじゃなくてちゃんと価値があるんだっていうことを自分たちで表現していくっていうことが必要で今事業化の話だけをしたんですけど繰り返して事業化しないスポーツであったとしても その社員の一体感情性とかブランドの貢献というものもちゃんと自分たち価値があるというふうに示していければそれはそれで存在できるということを考えているのでまああのガンバ大阪以外の今そのプロもしくはプロに近い状態になりつつあるラグビーのリーグワンそれからバレーもあのこのほど SV リーグといって2年後からまあいわばまあ B リーグに近いような状態になっていきますけれども事業化がますます進んでいきますま。これに加えて女子陸上であるとか まあ社会人野球であるとかこういったものもひっくるめて価値表現をするということがわれわれのまあチャレンジということでまあそこはすごくユニークじゃないかなというふうに思ってます、はい、スポーツがどのようにこう稼いでいくかみたいな話もありましたけれどもその日本のスポーツ状況といいますかスポーツ事情全体がこう抱えている課題みたいなところもちろんパナソニックスポーツ様の中にはえ実業団のチームもあればプロのはい、はい あのチームもあってですねまたはね競技も多様ですというあの状況の中でいろいろきとあの課題の部分あの競技ごとのものだったりとかもしくはえとスポーツ全般に関わるものだったりとか感じられていいるるとところあると思います日本のスポーツはあんまり自実できてないっていうのは私の考え方なのでやっぱりなんだかんだ言って企業に支えられているから J リーグもそうだし B リーグもそうですよね。 でそれはなぜなぜのかって悪いことでは実はなくて日本のスポーツ自体が企業スポーツから発展してきた歴史があるのでそれを急にプロに切り替える時に、まあ、いろんな切り替わり方があってこうなんだろう成長が徐々にこうプロに変わったケースもあるけど J リーグみたいに急にポンとプロになったようなケースもあってでそれがまあ正直ギャップが埋まってない状態で,で外の人はさもそのプロスポーツがうまくいってるように見えているかもしれないけど実際には結構大変で。 でそのなぜならば稼ぐ装置とか例えばアリーナとかスタジアムが自前でないとかですねあるいはアメリカみたいに行政が全面的にこう支援してそのスポーツという価値を認められていた世の中がそのチームがそういう負担をしなくていいとか税制的にもいろいろ便宜が図られているとかそういうのが日本ないままにいきなりプロになっていてでそれを裏で実は支えてられているのが企業であるはずなのに何か企業が応援していることが悪みたいにこうなっていて。 そういうのをもっと認めるようにして評価しながらでも一方ではやっぱりそのスポーツがだんだん企業のものだったのが地域だったりみんなのものにこう変わる様っていうのをみんなが分かった上で変わっていかないと何か企業にこう負担がいってさも悪いことしてるみたいなまあたもうはっきり言うと企業名をスポーツチームの名前に関してるだけで何か悪い感じがするとかちょっと批判的に言われるっていうのが。 これがなんかまやかしてまではないけど実態に合ってないなっていうのはすごく私は思っているのでまあそういう意味でちゃんとその母体企業なり責任企業があることは堂々とすればいいしその上でそのみんなのものになるっていう過程を表現していけばいいのでそれが日本特有のスポーツだからそのヨーロッパみたいに大金持ちが保有するという文化でもなければアメリカみたいにスポーツを完全にエンターテインメントとして。 そのビジネスとしていろんな仕組みからあの持った上でやってるのとまた違うので、まあ、何かをこう輸入してきてそこをこの形だけはめたとしても成り立ちとかが違うので、うん、まあそこはちゃんとアジャストできるようにちゃんとその日本流に変化させていかないとやっぱりどっかに歪みがきて私が見た手ではやっぱり。 その保有している企業側にすべてをこう歪みが来ているようなところがあってだから、計にこにスポーツをビジネスしようみたいな向きにならない、まあ、おそらくスポーツでビジネスになるなんて思ってないからみんな,なんかそういったところを今ギャップを埋めていく必要があるんじゃないかなというふうにはすごく思ってますけどね、まあ、それをまあちょっとおこがましいですけどトップランナーでやりたいなという思いですね。うん、ありがとうございます では最後にです、ね、パナソニックスポーツ様の今後の展望、またはビジョンなどをお伺いいできればと思いますえまず、やっぱりそのコロナが明けてやっぱお客さんを増やすということはすごく大事なことであのそこはもう真正面に取り組んでいきたいあとは,もうやはり強いチームが勝ちというところもスポーツの場合ありますので強いチームを作るために。 まあお金だけではなくてそういうマネジメントのところとかももっともっと磨いていきたいですしまあそこはまずやりたいですあの,その上でまあちょっと今まで言ってきたことと違うことを言うですけど使えるものは使いたいのでパナソニックの技術とかもどんどん使っていきたいですしスタジアムとかアリーナで表現することによってもっともっとプラスアルファできることあるしでも一番やりたいことはスポーツの価値っていうものを。 表現したいいととうことに尽きるんですけどそれはその事業性が上がったということじゃなくてやっぱりこれもよく言われているその PL に現れない価値っていうのが本来あるはずだから社会的課題に取り組む価値とかみんなが熱狂する価値とかそういうものをまあなかなか我々だけではできないですけどいろんな皆さんがチャレンジしてて可視化しようとしたりしてるけどまあそういったものを自分たちがまあ少しでもこう身をもってこう表現することによって。 そういうい山本さんもそうかもしれないけど皆さんとスポーツの価値というのを表現するそのお金だけじゃない100億円の売り上げだから100億円のスポーツが価値がないかといたら絶対違うわけじゃないですか、まあ、何か新しいこう物差しというかスポーツの価値がみんなが分かるようになってくればいいかなというそういうことに自分たちがチャレンジできる何かがあればいいかなというふうに本日はたくさんのお話を聞かせていただきました。ああいい このあの本を読まれた方がですね、ぜひあのスポーツビジネスにぜひとも関心を持っていただいて、はい、多くの方にですね、興味をあの抱いていただければというふうに思っております。本日はどうもう。はい、ありがとうございました。既存事業の強みや特徴を生かしたスポーツビジネスの展開が始まっていることが伺かえました。5月1日に発売されたスポーツビジネス最前線では。 それぞれ異なる業界10社のスポーツビジネスの事例が紹介されていますスポーツビジネスがさらに発展することで日本選手の強化や観客の楽しみ方の多様化につながるのではないでしょうか今後さらにスポーツ業界が盛り上がることを期待したいです